平成28年4月27日、熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇神社で、この日、三の神殿の応急処置が始まりました。今回の地震により、阿蘇神社の楼門と拝殿は倒壊し、拝殿の奥にある3つの神殿のうち、1の神殿と2の神殿は大きく破損しており、3の神殿については、倒壊は免れましたが、大きく傾いていて、倒壊を防止するため、4月29日までの日程で応急処置が行われます。阿蘇神社には、地震発生後も連日多くの参拝者が訪れていて、全壊した楼門そばには、仮の拝礼所の建築も始まりました。阿蘇神社では今後、境内に仮の拝殿などを設け、再建期間中も神事を行っていく予定だということです。また、阿蘇神社には、再建費用の寄付の問い合わせが多く寄せられているということで、直接神社での受付と、郵便振替での受付を行っています。振込先はご覧の通りで、通信欄に、社殿復旧豊産とご記入ください。詳しくは阿蘇神社までお問い合わせください。